瑠璃の島は2005年4月16日から6月18日まで毎週土曜日21時から21時54分に日本テレビ系の土曜ドラマ枠で放送された日本のテレビドラマである。なるみりこのドラマ初主演作品。また、主題歌、ここにしか咲かない花は小袋がこのドラマのために書き下ろした作品である。2007年1月6日には 瑠璃の島スペシャル2007と題して特別番組が放送された。原作は森口勝のノンフィクション作品、ここい、沖縄古島の歳月。沖縄県派都会島を舞台にフィクションを交えながら構成されている。原作で男児だった主人公がドラマでは女児となっているなど、原作からの変更点が多い。2007年7月13日から9月14日まで。 日本テレビ系 BS ニッテレア日本テレビでも2007年8月16日から9月19日まで D パラダイス枠で再放送された。親に捨てられて施設で育ち人間不信に陥っていた少女藤沢瑠璃が過疎化により廃校の危機に見舞われている小学校を存続させるために里子を探していた仲間雄三と出会い、 社会から捨てられかけた沖縄県八重山のことをへ渡る。島の住民との出会いを通し、成長していく少女の姿を描く。前半では、すさんでいたルリが、雄造夫婦や、担任のさないに心を開いていき、中盤ではすっかり本来の心を取り戻したルリが、島の人たちと向き合い、彼らを助けるようになる。後半は中学校最高といった、本来のテーマを軸に、 照明のし、川島の謎の解明といった、サイドストーリーを絡ませていく。スペシャルでは、瑠璃の初恋に加え、この島は今後どのような島であるべきなのか、ということを島の人々に問いかけるストーリーとなっている。BS 日テレで2019年12月4日から放送されている。ありがとうございます。